どうも、キキヌです。ということで始まりました。ということで、待ちに待ちました。アイオブザストームジャパンツアーの埼玉2日目、僕参戦するんですけれども、いやーもう明日ですね。僕の他にも20日、埼玉スーパーアリーナ2日目参戦するよっていう方もいらっしゃいますし、その20日参戦で、初めてワンオクのライブ参加するよっていう方も少なくないんですよ。コメントとかいただいて見るんですけれども、初参戦っていう方は結構いらっしゃいます。初めてライブするにあたって、やっぱり不安とか、いろんな思いがあると思います。そして僕が初めてワンオクのライブに参戦した時のことを思い出した時に、ワンオクのライブで何を持ってったらいいのかとか、あと服装とかどういう服装で行けばいいのかとか、すごい不安でした。でこうやって今回も埼玉スーパーアリーナ2日目参戦する方で初めて参加するっていう方、その方たち必見の動画となってます。まあ参考になるかわかんないんですけれども、よろしくお願いします。それではじゃあやっていきましょう。ワンオクのライブで何を持ってったらいいのかと、じゃあまずは最低限のものを紹介していきたいと思います。まず携帯です。はい、携帯、これは何で必要かと言いますと、まあ皆さんもうお持ちでしょう。ワンオクのライブのチケットが携帯に入ってると思います。携帯を持っていくということはチケットも持っていくということになりますので、絶対に携帯を忘れないこと。そしてワンオクのライブといえば、携帯のライトを点灯して一体感あふれる演出があります。まあこれが全部のライブにあるかって言われたらそうではないんですけれども、今回おそらくビーザライトという曲をやると思うんですよ。まあ以前僕が動画出しましたワンオクのライブの予想セットリストみたいな動画を出しましたけれども、その中でも僕はビーザライトを予想しています。うん、絶対歌うと思いますので、携帯ですね。まあ携帯のライト、ライトがしっかりつく携帯を持ってって、こうやってライトをつけて一体感あふれるライブにしていきましょう。そしてあと最低限持っていくものといえば財布でございます。まあそうですね、まあご飯を食べたり飲み物を飲みたい時とかそこら辺で買えますので、まあ、財布は必要ということで。そして僕がおすすめする、なんだろう、これは失敗しない、埼玉スーパーアリーナに来てよかったっていう情報を紹介したいと思います。以前僕が参戦したオーケストラジャパンツアーの時ですね、まあその時でも僕は埼玉スーパーアリーナ参戦したんですけれども、まあ僕とチョムちゃんはその埼玉スーパーアリーナで大成功を遂げました。これはもうすごいノーベル賞。やっぱり埼玉スーパーアリーナ朝早くから来てる人だったり、まあ昼頃から来てる人もいらっしゃるのかな。その方たちはおそらく、まあ、お昼の時間になったら埼玉スーパーアリーナの会場から離れたところのそこら辺の飲食店に入ると思うんですよ。でやっぱりすごい混んでるよね。ショッピングモールの中とかもすごくて、ワンオクファンだらけ。ツアー T シャツ着てる人がめちゃめちゃいて、あの人も今日のライブ参加すんのかなみたいな、そういったのも楽しめるんですけれども、ものすごい並んでまでご飯は食べたくないと。僕はそうなんですけれども、並ばずにご飯が食べれる場所。これね、あるんですよ。まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、埼玉スーパーアリーナの会場の中に、セブンイレブンがあります。埼玉スーパーアリーナの会場の敷地の中にセブンイレブンがあって、なんとそこのセブンの中ガラガラなんです。以前チョムちゃんとオーケストラのライブに行った時に、昼どうしようかと、埼玉スーパーアリーナの外に出てどっかの飲食店に入るってなるとすごい時間がかかるねつって、どうしようかなってぐるぐる回ってた時にセブンイレブンがあったと。セブンあんじゃんと思って入ったんですよ。めちゃめちゃガラガラでスムーズに買えるし、あと品揃えも良くて、だからもうこれからセブンでいいかなと思って今回もセブンに行くんですけれども、それはお任せします。どっか近くのお店に行きたいよっていう方はそちらに行っていただいて、まあ、僕はセブン行くんですけど、まあ、これ本当におすすめなんで、まあ、セブンでいいよっていう方はセブン行った方がいいと思います。そんくらいですね。最低限持っていくものといえばもう携帯とチケットと財布、これがあればやっていけると思います。はい、ということで最低限持って行った方がいいよっていうものの紹介でした。はい、ということでこれから紹介するのはですね、僕が持っていくものの紹介になります。さっきも言ったんですけれども、携帯とチケットと財布、これは持っていきます。でそれに加えて車ですね。車を持っていくっていう言い方はちょっとどうなのかなと思っちゃうんですけれども、毎回そうなんですけれども、僕がライブに参戦するよっていう時にはいつも車で行くんですよ。どんな時でもね。まあ大した理由ではないんですけれども、やっぱり車の中って少人数じゃないですか。僕は大人数が苦手で、電車で行くとなると周りにめちゃめちゃ人がいるじゃないですか。赤の他人とはいえども、やっぱりなんか人が密着してる空間にいるっていうのが
そんなに得意じゃなくて、だったらじゃあ車で行こうよっていうことになって車で行ってます。あとはまあドライブが好きだからっていうのもあるのかな。やっぱりライブって何があるか分かんないじゃないですか。長引く時もあるし、そういった時に終電が間に合わなくなっちゃったら、そのライブ途中で抜けなきゃいけないことになっちゃうので、いつも車です。あとはカメラを持っていきます。まあ、これは必需品ですね。ライブのチケットぐらい大事。そして持ってくカメラが GoPro。 オーケストラのライブでも GoPro を持ってって撮影してました。やっぱりこうやって今撮ってるカメラ結構でかくて、これは持ち歩けないなと。でこれ持って撮影してるとすっごい恥ずかしいから、 GoPro ちっちゃいカメラで撮ろうかなと思ってます。そんなとこですかね。僕が初めてワンオクのライブ参戦するときにすごい悩んだことがありまして、それが服装ですね。みんなどういう服装で行くのかとかめちゃめちゃ疑問に思ってて、さてまあスーパーアリーナはアリーナとスタンドって分かれてて、スタンドはまあまあ動きやすい格好でいいんですけれども、ダイブとかもちろんできないので、今からランニングするぜみたいな、そういう格好じゃなくてもいいです。僕はいつも、まあ、スタンドしてなんですけれども、その時には僕はあの黒いスキニー、もうズボンねほとんどそれしか持ってないかな。ライブでも黒いスキニーを履いて、上はライブ T シャツとかいろんな服着てもいいと思います。アリーナなんですけれども、アリーナは特に動きやすい格好の方がいいと思います。結構アリーナの人は半袖半ズボン、虫捕り少年みたいな格好をしてる人が結構多いです。じゃないとなかなか動けないからね。冗談抜きでこれからランニング行きますみたいな、そういう格好の人が多いから、だからアリーナは、まあ、そういう格好の方がいいと思います。それでなんですが、特に女性、まあ、絶対女性の方はやっぱりヒール、ちょっとこれはね履いていかない方がいいと思います。普段のプライベートでヒール履く分には全然いいんですよ。ライブでヒール履くってなると男はね困っちゃいますから。他のお客さんの足をグニってやっちゃったらもうとんでもないことになりますので、もうステージからじゃなくて客席からシャウトが聞こえる場合がありますので、ちょっとヒールは様子悪いんでスニーカーとかがいいかな。僕も今回スニーカーで参戦しようと思ってます。そして今回のライブのために新しいスニーカー買ったんですよ。まあ僕のツイッターとかインスタ見てる人だったらわかると思うんですけれども、こちらです。これ、まあ、人によってはうーんってなる人もいると思うんですが、僕はねめちゃめちゃ気に入ってます。ナイキとシュプリームのコラボシューズでなんかかっこいいなと思ったんで買いました。届くまでに3週間かかりました。この3週間の重みを埼玉スーパーアリーナの大地に踏みしめたいと思います。はい、ということで以上です。僕と同じく20日埼玉スーパーアリーナ参戦する方はよろしくお願いします。なるべくあの目立ちやすい格好で行きますので見つけてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。ビビッ。